1000型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院に在籍したタンク式蒸気機関車である。本校では、同系の1重型についても記述する。元は、何和鉄道が、アメリカのボールドウィン・ロコモティブワークスから4両を、輸入したものであるが、関西鉄道への営業譲渡を経て、国有化されたものである。 車軸配置0から6から0の段式に寄稿、飽和式小型タンク機関車で、建設用、または、入れ替え用に使用された。メーカーでの規格は6から 16D で、同じクラスに属し、後に、国有鉄道1010 10型となった山陽鉄道11、型や筑豊鉄道の25、26も、同輪のタイヤを厚くして、直径を増した程度の差しかなく、実質的に、 同系機である。こちらは2両ずつ、計4両が輸入されている。実質的に軽便鉄道クラスの小型機で、細いボイラーと密閉式の大型の運転室を持ち、側水槽の上演部には丸みが付けられている。弁装置はスチーブンソン式、アメリカ型で、第二感動上に、蒸気ドーム、第一感動と過失上に、ドーム型の砂箱が取り付けられている。 煙突はパイプ型で背が高い。関西鉄道18何わ鉄道が1894年から1896年にかけて4両を輸入したもので、そのうち1894年製の2両は建設用に使用された後、開業後の営業用に使用された。番号は1から4で導入の状況は次の通りである。何和鉄道では1から3を 開業用として使用し、その後4を増備している。何和鉄道は1897年2月9日付で、関西鉄道に営業を譲渡し、本形式も、同社の17系、もちづき17から20に解消された。関西鉄道は1907年に国有化され、4両とも国有鉄道席となった。1909年に実施された。 鉄道員の車両を形式称号規定制定に伴う、改版では、線型に解消された。形式の数字は、小型のものから若い番号を付与するという原則があり、同軸三軸を持つ、蒸気機関車の中で最も小さい形式数字を、付与された、本形式の小ささが、このような面からも伺うことができる。国有化後は、 小型で少数形式であることから早期に到達対象とされ、1913年6月に2両が、1914年5月に1両が、同年8月には、最後の1両が除籍され、いずれも民間に払い下げられた。これらは、上等を重ねたものも多く、最国有化されたものもある。特に1001は、長命を保ち、昭和30年代まで使用されていた。 その状況は次の通りである。山陽鉄道52本形式は、山陽鉄道と筑豊鉄道が2両ずつ、計4両が輸入されている。山陽鉄道では、製造番号14,772、14,773が11型として1896年3月に製造され、主に入れ替え用に使用された。筑豊鉄道の2両は、 製造番号一万四千三百八十六一万四千三百八十七で、千八百九十五年八月に製造され、二十五二十六となった。筑豊鉄道は、千八百九十七年に、九州鉄道に営業場としたため、同社の九十五型と改められた。これらは、千九百六年に制定された、鉄道国有法により買収され、 国有鉄道席となったが、1909年に、鉄道員の車両形式称号規定により、1010 10型に改められた。改版の状況は次の通りである。本形式は小型で少数であったことから、国有化すぐに淘汰対象とされ、1911年6月には、全車が、私鉄に払い下げられた。これらは、 在籍する私鉄の国有化によって、再国有化され、国有鉄道席を得たが、旧番号を二代目が埋めていたため、旧形式番号には戻っていない。道の区鉄道からのものは1650経新宮鉄道からのものは1235型となった。その状況は次の通りである。旧九州鉄道所属者の所言を示す。ありがとうございます。